回は、グルメヤクザのマッチ、キレるに対する読者の反応集を紹介します。よければチャンネル登録お願いします。それではどうぞ。このシーンがめちゃくちゃ好きなんだがわかるやついる？アイスヘルでブチギレるとこかわら。キレすぎ。無理もねえだろ。アイスヘル時点で美食界の支部長クラスに勝ったのって結構すごくないか？でも倒せてないんだよね。ほら弱いからな。あそこから回復する支部長二人も大概おかしい。滝丸もマッチも脇キャラなのにしっかりスポット当てられてて戦闘シーンが熱いのいいよね。滝丸は怠慢でボロボロになりながらも仙骨抜き取ったのはすごいけど、マッチさんは部下に肉壁になってもらったから勝てたのがな。マッチレオドラゴンの牙で作られたこの刀は名刀竜王って矢印これ。テロースの牙でもないのに竜王はなかなか。重くないかその名前？別に王って頂点一人だけを刺さないし。つまり小松の包丁以下の名刀ってこと？人間界では竜王なんだろ。お前らバカにしすぎやろ。トミーが連れてきた二人どっちも支部長なんで強さ的にはあの当時のトリコの方に近いからな。マッチと滝丸はよく勝てたよ。マッチよりマッチの子分たちが男気あってかっこよかったわ。あの環境も相手に有利だったしネタ対一とはいえよく勝てたよ。格上の上に準備の差が出てるハンデマッチだから十分食い下がったよ。大金星ではあるんだけどあんだけやってようやく1ダウン取れるぐらいなんだよな。むしろ環境が有利で聴覚した相手に瀕死にされたのが。支部長が舐め口すぎ問題。バリーガモンとかいうムキムキの脳筋がインテリで読者にわかりやすく解説してくれてるのほんま好き。トリコに登場するキャラクターってなんか色々知ってて知識人だよね。当時は四天王以外でレギュラー加わると思ってたわ滝丸とマッチさん。まあ準レギュラーじゃない？マッチはグルメカジノでかなり出番あったが滝丸はグルメナイトに会いに行った時チラッと出てきたくらいだったな。マッチさんが職技覚えたらどうなるんだろう怒りながら感謝するんだろうか。竹中直人かよ。まあ脱力にかかる時間が必要なくなって AI の威力が上がるとかじゃないかな。職技極めたヤクザの組長とかも意味わからん。そこいらのやつよりよっぽど仁義は大切にするだろ。まあバリーの方は斬撃が防具に阻まれて浅かったんだということならわかるけど仙骨ぶっこ抜かれてまだリカバリーの目があるボギーは何なんだよ。グルメ細胞すごいなって。ボギーが自分の腕の関節外してなんちゃって鎖釜をブンブン回してるのちょっとシュールだよね。骨引っこ抜くって結構恐ろしい技使うよね滝丸。マッチの手下3人が予想以上に粘った。いや粘ったというか最初の一撃でほぼ KO されてるのにバリーガモンが構えすぎだ。俺たちが3分稼ぎますからの認知ラリアット認知クラッシュ矢印これ一人10秒も持たなくね？というか絶対死んだと思ったよあいつら。あんだけやって生きてるのすげえやてした3人。グルメナイトはよくこのうまいもの食えば食うほど強くなる世界で素食で戦闘力維持できるな一流みたいなバグキャラは例外として。美味しいものは NG だけど適合すれば素食でも OK だから。グルメナイトはあの供養やってるから食技みたいに素食でも100吸収できるから強いのかもしれない。食技特化なのかなグルメナイト。グルメナイトはメンタルの強さがおかしい。体感時間10年本人たちに未伝達ずっと引っ張り続けてねを一発クリアしてくるからな。あそこ本人に伝達しない意味が一切なさすぎてひどいと思う。これ作中で一番きつい拷問だよねハニープリズンの刑罰よりきつい。トリコ世界割と死人でまくるからモブヤクザたち助かったの奇跡だよ。実際アイスヘル行った美食屋で最後に残った奴ら以外全滅だからな。船に残っても鉄兵が暴れるからどうやっても死ぬのがひどすぎる。ボギー6つの奮闘15キロはあってよかったんじゃないかなトリコ世界で5キロは軽いって。確かに人間にはダメージ致命傷与えれるけどトリコ世界の猛獣に通用するかは疑問だな。ダメージ入る矢印弱いのでそのまま殺すダメージ入らない矢印強いので寄生先にするこれやろ。ボギーはスピード重視だから早く投げられるならその分加速度で最終的な重量も増すし。それでも15キロとかでも良かった気がするよね。達成する条件が格上勝負のシチュオフに落ちるようにするための代償とそれに対する情動。変則な戦いの中でもかなり好きな出来栄えだった。ここで出てきたトミーの部下二人は美食界の中でもトップ5の知名度がありそう。ミドラと副料理長三人に次ぐってレベルだとこいつら以外だとベイとかアルファロくらいしか印象に残らんからな。アルファロさんはアイスヘルの締めにも出てくるから好きがないぜ。
パラサイトエンペラー捕獲レベル81とヘルボロス捕獲レベル72をまとめてワンパンできる実力者だからな。せつのしまいなさい。この。ちょっとこのばあさん強すぎんよ。もう自分でスープ取りに行けよ、あら。寒さで鈍ってて脱力の技が一層やりにくいマッチ。自分の技の関節外しが効かない体が相手の滝丸ただでさえ隠したなのに、この相性でダウン取られただけでも美食界の二人は恥の極み。実際油断しまくって負けたし、トミーに処刑されても仕方がないレベルの集大。トミーが昔のベジータなら間違いなく処刑してた。スネがいいね。最後の納刀の証拠まで聖堂の対比が効いてて、脱力もだけど漫画のハードル的にも文字通り溜めてハードル上げまくった展開なのに、ちゃんとそのハードルに負けないパワーを感じる見開き、本当すごいと思う。部下先に潰させておいて逆ギレなのはどうなんって当時思ってた。まともに戦った支部長ってそんないないからな。料理長は全部寝返ったし、この人にこそアルティメットルーティン教えるべきだと思うよ。ノータイムで AI 連発できればアカシア戦でも食いつけるはず。絶対無理やぞ。シャクシャクされて終わりや。そもそもトリコ以外の四天王がアカシア戦で戦力的についていけてない時点でもうね。アイスヘル時点だと鉄平大なりトミートリコ超えられない壁。バリーボギーマッチ大なり滝丸くらいの差はありそう。トリコのおかげで不凍液を覚えました。トリコのおかげで仙骨を覚えました。トリコのおかげでシバリングを覚えました。トリコのおかげでフトンチットを覚えました。知恵袋かよ。実際の知識が出てきてそれに触れたり IQ 上がった気分になれるのもいい漫画の要素の一つだと思う。オートファジーも覚えておこうな。格上にギリギリ1回だけ勝つって展開と相手は格上なので、その程度ならそこからも復帰してくるし、倒した相手よりも復帰が早いのいいよね。あの時のメンバーでなんとか勝ち筋通すならマッチの抜刀にかけるしかないからな。仙骨ぶった切られるのほんと好き。仙骨がバリーの肉叩きヘッドを奇跡的に回避からのマッチの一刀両断で真っ二つは笑ってあげと落とすのいいよね。あそこの顔ぶざますぎて好き。鉄平危ねえ、スープがもうないってバレるところだったぜ。矢印これ。鉄平のセリフは好きなの多い。シリアスもギャグもいける男。身体能力を生かすまでは好きなんだけど、鎖釜を模倣する意味はないよな。ってなる読者のコンボ。トリコ対トミーは作品通してのベストバウトだと思う。ボギーの防具に対して捕食者だからもっと強いって文脈好きだったけど、以降でなかったな。防具自慢はバリー、バリーがもんです。実際バリーとボギーはちょいちょい間違う。バリーはあの顔でやられた時対策してる用心深さがあるのもいい。アイスヘル編は名シーンが多すぎる。スープ入手失敗したら小松をトリコが慰めるの好き。それから小松が現代版のセンチュリースープを完成させる流れほんといいよね。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。